でも。なぜだ。願い事は一人一人違うぞ。みんな仲良くなればいいんです。山うさぎさん、どうしたの。よくわからないの。エマのこと。神様、これでお願いを叶えてくれるの。きっと叶えてくれますよ。汚れのない清らかな心で一途に願えばきっと。本当。いつかの巫女さん。可愛いお客さんたちですね。お客さん。ねえ巫女さん、私のお願いを神様に伝えてほしいの。みんな願い事があるのですね。あるわ。俺も。世界征服。みんな私と世界を征服するの。今度かけっこでモーバちゃんに勝ちたい。私は青年様とずっと一緒にいられますように。黒道寺を立派な鬼使いにしてください。白道寺が立派な鬼使いになるように。私はお兄ちゃんとずっと一緒にいられますように。僕より黒道寺を先にお願いします。俺より白道寺を先に頼む。もっともっと速くなって何度も何度もモーバちゃんに勝ちたい。私が世界征服したら、巫女さんは可愛いから一番の家来にしてあげる。黒道寺を。いや、白道寺を。もっと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 妖怪勝ちますように。大丈夫。お兄ちゃん。ねえみんな、大事なお願いなら自分でエマに書いてお願いしよう。きっと神様もそういう願いの方を大切にしてくれるよ。そうだね。おっと、おわ、高いところにしたい。ありがとう、助けてくれたのですね。ここにいたのか、ミケツ。そろそろ行くぞ。わかりました。ミケツ。みんなで何をしているの。神様にお願いしてたの。神様。ああ、お稲荷様がいらっしゃってたのね。私もお見かけした。そうだ、ミケツ様ってお稲荷様の本当のお名前、あの方お稲荷様だったんだ。